ジャンヌ・ダルク劣勢とは、1920年5月16日、ジャンヌ・ダルクが教皇ベネディクトス15世により、カトリック教会の聖人に劣勢されたことを言う。1431年、ジャンヌ・ダルクは、イングランド支持の聖職者により裁判にかけられ、異端として家計に処されたが、死後の再審により1456年に復権。1869年に、 フランスのオルレアンの司教フェリックス・デュパンルーがジャンヌの劣勢を申請した。1909年4月18日にローマ教皇ピウス10世により劣福。その後、1920年5月16日に教皇ベネディクトゥス15世により劣勢される。そして、フランスのカトリック教徒とフランスのためにイングランドと戦うことを神によって命じられたという話に、 触発された兵士たちの守護聖人となる。多くのフランス政権はジャンヌの数形を奨励し、フランス第三共和制は1905年の政教分離の前に劣勢嘆願書に賛成していた。宗教裁判所によって破門されたか調査された他の聖人と同様に、ジャンヌは審問の法廷によって審理された。ジャンヌの場合は法廷はルーアのビューマルシセ広場で、 彼女の処刑に至って、イングランドによって影響されていた。フランスが1449年に、ルーアンを取り戻したとき、一連の調査は開始された。ジャンヌの生存している家族、母のイザベル・ロメと二人の兄、ピエール・ダルクとジャンは、教皇ニコラウス5世に、ジャンヌの事件の最新を請願した。正式な訴えは、教皇カリストス3世の庇護を受け、 ジャンブレアルイタン検察総監によって1455年に行われた。イザベルはノートルダム大聖堂で上国事件を審理する裁判の開会式で熱のこもった訴えで彼女の娘の名誉を明らかにすることを求める演説した。ブレアルイタン検察総監は教会法に違反した法廷によって処刑された殉教者として記述した事件の証拠をまとめ、 1456年7月7日に、ジャンヌの全判決が破棄され、有罪判決の無効が宣言された。オルレアン氏は1432年から毎年ジャンヌを記念し、1435年以降は、包囲の解除を中心とする宗教的な演劇を行った。その演劇は、ジャンヌが天使に導かれる神聖な救済者として表現されている。訴えの後もなく、 教皇ピウス2世は回顧録でジャンヌについて賛成を示す箇所を書いている。宗教戦争の間、プロテスタントの団体と戦うために組織されたカトリック連盟の象徴としてジャンルは用いられた。そして匿名の著者はジャンヌの伝記を表した。それは1500年頃に教皇類12世の命令によって編集されたと述べた。 ジャンヌが君主国に奉仕した敬験なカトリック教徒であったので、ジャンヌの個人数形はフランス革命の指導者たちによって反対された。彼らはオルレアンの包囲戦の解放を毎年祝うことを禁止し、そして剣とバナーを含むジャンヌの遺物は破壊された。1571年にオルレアンの人々によって混流されたジャンヌ像は溶かされて大砲となった。ナポレオンは 1803年に次のように記している。フランスの独立が脅かされるときは、優れた英雄が出て、必ず奇跡をもたらしてくれることを、あの有名なジャンヌ・ダルクは証明している。奇跡の少女ジャンヌ・ダルク2ページ翌年の1804年に、ナポレオンは皇帝となるが、彼は自己の権威を正当化するため、そしてフランス国民の国粋主義を高揚させるために、 ジャンルを利用できると認識していた。ナポレオンは、オルレアン氏が年に一度、オルレアン包囲戦からの解放の日を祝うことを許し、オーギュスタン・デュープレーに記念コインを鋳造するよう命じた。そして、ジャン・アントワーヌ・シャプタルは、オルレアン市長に、市議会による決議が、エドム・フランソワ、エティエンヌ・ゴアによる、ジャンル像を混流することを承認したと報告した。 ゴ話の作品は1855年にドフィーヌ広場へ移転され、デニス・ホヤティエによるジャンヌ像に置き換えられた。最初の前編のジャンヌの伝記は、ニコラス・レンゲルディ・フレノワとクレマンシャルル・フランソワーズで、ラベルディと認められているが、数人のイングランドの著者は、皮肉なことに彼女の劣勢につながる動きを引き起こした。ハーバード大学の英文学科のハーシル・ベーカー教授は、 リバーサイド・シェイクスピア版、ヘンリー6世への序文で次のことを中記している。すなわち、いかに、ウィリアム・ウォーバートンが、ヘンリー6世、第一部における、ジャンヌの描写に衝撃を受けたか、そして、エドモンド・マローンが、ヘンリー6世の3つの章についての論文の中で、シェイクスピアが、作品に関与していないことを証明しようとしたということである。チャールズ・ラムは、 サミュエル・テイラー・コール・リッチがザ・デスティニー・オブ・ネーションズの初行でジャンヌを酒飲みに給仕するポットガールに改変し貶めたことを非難した。ジャンヌは魔ン教によるクォータリーレビューのためのそしてトマス・ドクインシーによるタイトズ・エジンバラマガジンのためのエッセイの主題となった。1890年イギリスで設立されたジャンヌ・ダルク教会はジャンヌに捧げられている。 ジャンヌが大衆文化の中により深く浸透するようになると、フランス政府はエマニュエル・フレミエにピラミッド広場にジャンヌの像を建てるよう依頼した。歴史家のジュール・キシュラの著作である二つの裁判記録は劣勢運動に影響を与えた。1869年にジャンヌがオルレアンの包位を解放した440周年を記念してオルレアンの司教フェリックス・デュパンルは、 オルレアミへの経路の間に、ジャンルが入ったり解放した街を含む司教たちを招待した。アンリ・アレクサンドル・ワロンの支援を受けて、デュパン・ルー司教は、教皇レオ13世に、ジャンルが正式に劣勢されるための請願書を提出した。だが、不屈戦争は、さらなる行動を延期される。先生証言は1874年に収集され、はじめ、 ルイジ・ビリオ・スーキ教が1876年に受け取った。デューパン・ルーの後継者であるピエール、ヘクター・コーリエ氏教は、ジャンヌの裁判と復権から、ジャンヌの行いと証言を認証するための尋問を指示した。1894年1月27日、ローマ教皇庁のレオ13世が、その午後に署名した、神衣装イントラダクシャナズ・コスセルブ・デイ・ジョアン・ディ・アークへの投票は、 万丈一致となった。だが、成人への道は順調に進まなかった。1902年8月20日、教会会議は成人歴にジャンヌを加えることを拒否した。ジャンヌはパリ包囲戦を聖母マリアの誕生日に開始した。彼女の捕獲は、彼女が神から送られたという彼女の主張は虚偽だったという証明である。彼女は牢から脱出しようとした。 死で脅かされた後の彼女の回春。そして、彼女の潔白に対する疑い。1903年11月17日、ローマ教皇庁は、教皇ピュース10世の命令で、ジャンヌの根拠を議論するために会合する。ジャンヌの英雄的な美徳を宣言する教領は、セラフィーのクレトニスーキ教によって1904年1月6日に、発表され、ピュース10世は1月8日に、 ジャンヌを尊者と宣言した。三つの奇跡の協領は1908年12月13日に発表され、5日後、1909年1月24日にローマ教皇庁によって正式に列腹の協領が読み上げられた。列腹式は1909年4月18日に行われ、セバスティアーノ・マルティネ・リス・キキョとマリアーノ・ランポルラが,が主催した。 スタニスラス・チュシェ司教がミサを取り行った。スーキ教、セラフィーノ・バンヌ・テディ、ピエール・アンドリュー、ルイス・スルソン、コージェ、ジローラモ、マリア・ゴッティ、ホセ・カラザック・ビー・ヴィトと、当時の高位聖職者のラファエル・メリー・デルバル、ジョン・パトリック・ファレル司教、トーマス・ケネディ司教、高位聖職者のロバート・セトン、マルタ・キシガンのトリブヌスの一員である伯爵、ジュリオ・ポーロ・ラン・バンテンに、公爵。 アレンソンとバンドウムコ当時の大司教であるウィリアム・ヘンリーをこねる、そして、ノーホーク校が出席した。その式典が政党王朝主義者によってフランス第三、共和制を攻撃するために使われることはないと決定した、ピウス十世は、午後に70人のフランスの高位聖職者の側で、聖異物を推計した。ジャンヌ・ダルクレス正式、ジャンヌの列腹は、フランスの鋳造された効果と、 記念メダイの作成を容易にするジャンフィア転写彫刻機の発明とほぼ一致した。この発明はすでに確立されたフランスの彫刻の伝統とともにジャンルの列服に新たな要素を追加した。ジャンルの人生からの場面を主としたセットのよく作られた宗教芸術のメダイである。1911年には、 エドモンド・リッチャーの初期のジャンヌ・ダルク時代の歴史である1625年から1630年にかけて書かれたオルレアンの乙女の物語は1911年にアンリとジュールデスクレーによって2巻で出版された。第一次世界大戦中、フランス軍はジャンヌの肖像画を戦場に持ち込んだ。ある戦闘中に彼らは低雲に投射されたドイツ軍のサーチライトの形を ジャンヌの出現と解釈し、彼らの指揮を大幅に強化した。ジャンヌの劣勢式は1920年5月16日に行われ、ジャンヌの家族の子孫140人を含む6万人以上が出席した。バンドーム、マルタ騎士団の乱番に、現在の指揮を行える、ガブリエル・ハノトジナイダ・ユスポバ公女、イリナ・アレクサンドロブナ公女、 ヒョードル・アレクサンドロビチ公大使、ミゲル二世イ、デブラガンサ公、サリス、ソグリオ・伯爵、ラファエル・バレンティン・エラズリーツ、ディエゴ・ボンベルゲン、ジョン・パトリック・キャロル司教、エドワード・ジョセフ・ハンナ大司教、ダニエル・メアディ・ゴーマン司教、ローマのアメリカン・カレッジの学生自治会のポール・ジョセフ、ナスバウム司教、サンピエートロ大聖堂に入り、儀式を主催した教皇ベネディクトス十五世を、 歓迎した、現在の数奇教メリーデルバル、といった行為の人々が含まれる。ジャンヌの劣勢をもたらす教皇ベネディクトゥス15世の教皇直書は、同日付のリビナディスポネンテである。およそ10万人の人々が、ロンドンのウェストミンスター大聖堂とフランスの教会で、祝った。1920年5月18日のルマティンでは、元大統領のレーモンド・ポアンカレは、 ジャンヌの劣勢について次のように記している。マーケット大学の聖ジャンヌ・ダルク礼拝堂。ジャンヌ・ダルクの記憶の神聖さを永遠に結びつける彼女の使命の最後の部分を果たしている。そして私たちはジャンヌの精神で人類の利益のために団結し続けよう。ジャンヌ・ダルクの記念日は5月30日である。ジャンヌの祝祭日は特にフランスの多くの地方及び 地域の教会で祝われている。劣勢以来、10年の間に、世界中の多くのカトリック教会に、ジャンヌ・ダルクの名前が付けられている。ジャンヌは、カトリック教徒に集計され人気が高く、特に、フランスでは、愛国心とナショナリズム、カトリックの信仰という要素によって、民族の誇りと象徴となっている。ありがとうございます。